沖縄タイムス安倍隆日本外交は煽り運転沖縄タイムスの阿部隆さんが高速道路は信号がないのに渋滞と題した記事の中で次のような主張をしてしまいました連休中に何度か高速を走って安倍政権の対韓国外交は煽り運転に似ていると思った日本企業が植民地朝鮮から強制動員された徴用工を 働かしたことに対し韓国の裁判所が相次いで賠償を命じている。安倍政権は文在寅政権に介入を求める。三権分立の原則を踏み越える無理筋の要求をしておいて拒否されるとまともな国とは言えないなどと反発し、首脳会談も見送っているとなっておりまして、いや、これはすさまじいひどさの記事でありますが、まずですね、日本政府は、 当時の日本は朝鮮半島を併合しただけであり植民地にはしておりませんまたいわゆる徴用工の裁判においても原告は強制動員されたものではなく単なる出稼ぎ労働者であることが確認されておりますまた日韓請求権交協定においてこういった問題についてはすべて解決済みであると明記されておりますので そもそも韓国の裁判所がこのような裁判を受けてはならず、また受けてしまった場合でも判決を出す先は日本企業や日本政府ではなくて韓国政府ということになります。そのため日本政府は韓国政府に対し対応を要求しているものであり、違法行為である犯罪行為である煽り運転では一切ございません。この、 沖縄タイムズの安倍隆さんの主張、デマばかりでありますので、日本政府には直ちに抗議を行っていただき、また、沖縄タイムズには安倍隆さんには、こういった事実に基づかない報道を二度と行わないようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました